バスローティングの高根です。お腹痩せするのに努力しないといけない、我慢しないといけないと思ってはいませんか？はっきり言っておきます。努力したり我慢したりしているようではお腹痩せを継続させることはできません。もしあなたが死ぬほど筋トレが好き、死ぬほどランニングが好きなら、健康に運動できる期間は痩せることができるかもしれませんが、それができなくなった時どうなるでしょうか？頑張って運動する、我慢して食事制限をする、これは非常に破綻しやすい仕組みです。僕は全く異なる方法を行っています。頑張らなくても我慢しなくてもうまくいく仕組み作りです。運動は1日1分、自宅で道具を使わずにできるものだけを自分にノルマとして課しましょう。1日1分であれば誰でもできるはずです。もちろん1分以上できるときはやってもらっても構いません。そして食事管理ですが、栄養とカロリーを十分に摂ります。カロリーを非常に制限してしまう人が多いのですが、そうすることによって栄養失調になって、さらに脂肪がつきやすくなってしまう人も多いです。大事なポイントがあります。それは新鮮な食品を食べることです。手軽にすぐ食べれる安いコンビニやファーストフードのものを食べないということ。砂糖や人工甘味料、遺伝子組み換え、そういったものがなかった200年前は我々人類に肥満はありませんでした。しかしすごく便利な時代になり、いつでもどこでも手軽にいろんなものが買えてしまう環境になりました。このせいで肥満が引き起こされています。ですからもともと我慢する必要も頑張る必要もなく、人間本来の生活を送るだけで健康な体を取り戻すことができます。すなわちお腹痩せは頑張らなくても我慢しなくても元から手に入るものなのです。1日1分間のトレーニング方法に関しては僕が出している美人は綺麗な筋肉でできているの本に詳しく書いています。またこの本の中で紹介しているトレーニングメニューは全て動画にしています。美人は綺麗な筋肉でできているの再生リストをご覧ください。あなたに必要な情報はこの動画の最後にリンクとして貼っておきますし、この動画の説明欄にも貼っておきます。頑張らずに我慢せずにお腹痩せを実現させましょう。もちろん僕もその方法でお腹痩せを実現しています。以上です。